はい、ということで今日の衣装は、今日の衣装は、すごい俺の技術。初めてやったけどすごい。初めてやったのにすごい。こんなんできるんや、俺。嘘。嘘や。習ってないのに。嘘だ。義務教育でやった、これ。ねえ。こんなんできんの、俺。嘘だ。びっくりした、今。やってびっくりした。リアさん、ガングロの時ありましたか？俺、ガングロの時あるんだよ。俺がね、初めてね、ライブやった時、大塚警部。もう、まだ、ないかな、多分。大塚警部ってライブハウスでやった時、デュエルジェルの、もう出てて、で、セッション大会みたいなやつ。いやー、すっごい、すっげえ思い出した。ベルエールやった。ベルエール、あの時の技術じゃすげえ大変だった。ベルエールやった時は、俺、少なからずちょっと自分は女型でいたいと思ったから、女型でいたいと思ったわけじゃない。女型でもう挑戦してみよう、いたい。むしろ杉蔵さんみたいな感じになりたいと思ったから。でも俺、プールのね、監視員のバイトやったの。プールの監視員のバイトやってたから、もう死ぬほど黒かったんや。もうね、ガングロ。で、ファンデーションがもう全部浮いて、本当にやばい。俺、その時の写真あるよ。その時の写真って出したことあったっけ？配信とか、なんかで。俺の初ライブの写真って見たことある？マジでガングロ。ガングロで、髪の毛も、日に焼けてチリチリだった。多分ないよね。俺、結構いろいろ、有料配信とかで出してるけど。で、あれよ。イエローハウスで、買った、黒いパニエみたいの履いてた。ロングスカート履いて、おかんのブラウス着てやってたわ。おかんのブラウス着てやってたわ、ライブ。友達のおかんの真珠は、友達のおかんの真珠は、使ってないね。だから、あの格好に真珠がないって感じ。あの格好つうか、俺その、初めての真珠のやつ、もう写真出したっけ、俺。初ライブの。でも記憶迷子だ、これ。まあ、ちょっと、あれだわ。どっかで披露するわ。あ、見てない。真珠のある？あれだよ。めっちゃ女型、目型をやろうとしてる写真だよ。謎に。金髪で後ろ結んで、アップにして、こんなグラビアポーズみたいに撮ってるわ。なんでグラビアポーズみたいに撮ってたんだ、あの時。